皆さんこんにちは。こんにちは。湘南永住クリニック大阪院の看護師と院長の斉藤です。よろしくお願いします。では、今日のテーマは早速こちらです。髪の毛の歴史です。はい、先生の大好きな歴史。そうですね。歴史大好きでいろいろ調べたりするんですけどね。今日ちょっとお話ししようと思うのは髪の毛のまあ。ケアであったりとか治療の歴史なんですね。歴史ですね。はい、じゃあですね、この人誰かですね、ベートーベン、バッハで、バッハとかこれ有名ですけど、これはカツラですよね。でカツラの歴史ってね、実は紀元前からなんですね。紀元前で古代エジプトの時代からカツラをかぶってるんですね。でそういう壁画がこうあったりするんですよね。で一説によると石器時代からその、動物の毛皮をかぶったりとかね、うん、あるいはまあね寒さを守るためとかそういうこともあったりするんですけど、そういう、ね、頭帽子かぶるとか髪をね多く見せるとか、ね、こういうカツラの頭かぶるものの、まあ、これカツラなんですね。それを知らなかったんです。ですごく貴族の間でね流行ったのが中世の時代ね。でこの人誰か知ってますか？ダビデ像。ダビデ像違います。これ知ってたらすごいよね。カエサル。ローマの、ね、将軍英雄ですよね、カエサルね。カエサルはこれ月桂冠をこう被ってるんですけど、はい、カエサルってね薄毛ですごく悩んでたらしいんですね。で月桂冠ってねその当時はなんか公式な時に被るものだったんです。でただカエサルはね薄毛で悩んでたんで、ここに月桂冠を乗せると分かりづらくなりますよね。だから日頃からね、使ってもいいかっていうのを元老院に実はお願いしてる人なんですよね。へー面白いですね。面白いですね、うん、こんな英雄でも薄毛で悩んでたっていうのがありますかね。まあ、男性のホルモン活発っていうのもね、そういうのあるかもしれませんね。戦争が上手でしょうね。はい、で次にねいろいろなものを試したんですね。鳩の糞であったりとか、はい、牛のおしっこを塗ってみたり飲んでみたりとか、はい、いろいろやったんですけどあんまり効果がないですね。で唯一ね今髪の治療で使ってるフィナステリドを発見するケーキになったね食べ物を使ってた歴史があるんですね。でこうインディアンですよね。アメリカのインディアンが実は調べるとね前立腺肥大症とか前立腺がんをね、はい、発症する人が少ないんですね。あでインディアンの人なんですか。で、でこれ前立腺肥大症の原因っていうのは髪の毛の敵でもある DHT ね、悪い男性ホルモンなんですよね。はい、じゃあなんかインディアンがよく食べるものの中にその DHT を抑える効果があるものがないかっていうのを調べたのがきっかけなんですよね。これその食べ物なんですけど、発見されたもの。そうです。これノコギリヤシっていうね、ヤシの果実ですよね。実みたいなもの、ね、そうなんですよ、うん、でこれを食べてるインディアンは前立腺症が少なくて、あと実は髪の毛も薄くならないんですよね。でそこをきっかけにそうでこの中の成分でね5アルファリダクタン成分を阻害する、ね、そう物質っていうのが見つかったんですね。それがフィナステリドの原型なんですね。そこからスタートする。偶然見つかったというか、まあいろいろねその疫学を調べるときっかけがあるんですよね。面白いですね。面白いですよね。はい、じゃ今日もためになる先生の話聞けてよかったです。はい、そしたらまた次回もお楽しみに。ぜひチャンネル登録お願いします。ではバイバイ。さよなら。